アイマスは、スコットランド、スコティッシュボーダーズのベリックシャイアにある町であり、シビルパリッシュ。南北に伸びる、A1 自動車道の幹線から2マイル東に、ベリックアポンツイードのちょうど8マイル北にある。人口はおよそ3420人。町名は、アイウォーターの河口に位置することから名付けられた。ベリックシャイアの海岸線は、 砂の入り江がある深く澄んだ水源の上にある高い崖と風光明けみな港から成り立っている。漁港でもあるアイマスでは毎年ヘリングクイーンフェスティバルが催されている。町の重要な建築物にガンズグリーンハウスと死体洞窟班を監視するために建てられた墓地の監視所がある。伝統的な漁村の特徴が狭い通りと海からの防護壁となり古くからの伝統を 取り入れるのに適したベネルに残っている。アイマスはエイトニアレストン、セントエーブス、コールディンガム、バーンマスからはそう遠くない。海岸はバードウォッチングやウォーキング、釣りやドライブの機会を与えている。数軒のホテル、B&B やホリデーパークといった宿泊施設がある。この地域の地層はジェームズ・ハットンが地球の表面が 長年劇的に変化してきたということを発表するに、至らせた終局の証拠を示している。アイマウス・ハーバー・レブ、ダニエル・マカイバー、アイ・ウォールド、タイム・フィッシング・タウン・アイマウス、ジョン・メン・ジーズ、1906、ピーター・エイチソン、チルドレン・オブ・ザ・シー、ザ・ストーリー・オブ・ザ・ピープル・オブ・アイマウス、タック・ウェル・プレス・リミテッド、2001、リッパー・ブリッシュド、2007アズ・ブラック・フライデー、 ありがとうございます。